The following is a non-profit fan-based subbing of Midnight Horror School. Midnight Horror School is owned by Milky Cartoon and Naomi Owada. Please support the official release. リリーのやつ、ここまで歌が下手だったとは。耐えるんだ、やむやむ。これを愛するリリーちゃんのターン。お、コンサートでした。そう、ありがとう。でも、私の歌なんてまだまだよ。はい、そう思いました。あら、リリーさん、これを受け取ってください。ん？何これ？はい、この楽譜はですね、昨日私が図書室でリリーさんがコンサートで歌う曲目を調べていた時です。どんな曲なのでしょう。ワクワクしますね。突然、眠気が私を襲いました。宇宙、いや、異次元。どこからか降り注いでくる不思議な何かを感じました。そこに、この楽譜が落ちていたのです。スリーピングドールズ？眠れる人形たちって意味ね。今度のコンサートで歌ってみてはどうでしょう。そうね。ありがとう。よかった。喜んでもらえて嬉しいです。うん、早速歌ってみるわ。じゃあ行くわよ。どうぞ。素晴らしい。きっとこの楽譜はリリーさんのために私の前に出てきたに違いありません。本当？じゃあフルコーラス歌ってみるわ。はい。
り下手なのかな私の歌。ねえジーニってば。もう失礼しちゃうわ、歌ってる間に寝ちゃうなんて。せめて拍手ぐらいしてくれてもいいじゃない。ひどい、からかってるのね。もういいわ、あっちに行ってよ。みんなの眠りは覚めるってこと？あと3時間！本当に何でも命令を聞いてくれるのかしら？心のままなのね。私の歌が良くないからみんな楽しそうな顔してないんだわ。お姫様、私だって楽しくないもの。早く元に戻らないかしら。あ、待って、みんな眠っている時は正直な心。そうだわ。あ、トッキー、ごめんなさい、呼び出したりして。トッキーに話があるの。でもその前に、フクロウじいさん、耳を塞いでて。ピラニン、あっち行ってて。ロッキー、ねえ、ここに座りましょう。私ね、思い切って話すけど、いつもきついことばっかり言ってるけど、私実はドッキーのことが好きなの。ドッキー、私のことどう思ってる？好きだったら右手、何とも持っていないなら左手を上げて。何してるんだこんなところで。そうだ、ちょっと待ってて。どうして？何やってんだ、用がないなら教室に帰るぜ。一体どういうことなの？そなた、あの曲を歌ったのじゃな。黒じいさん、この楽譜のことを知ってるの？
知っているとも。スリーピングドールズじゃろ。一度歌ってみんなが眠るとその楽譜はまた図書室のどこかに隠れてしまうのじゃよ。そんな。だからそなたの持っている楽譜はもはやただの紙切れじゃ。ジーニー、あの楽譜を探してお願い。リディさん、そんなに次々と、はい、頭のホーム変えられても。お願い、もう一度出てきて。不思議な楽譜だ。さあ、今夜の不思議は音楽じゃ。音楽の不思議。楽しい曲は楽しい気分に。勇ましい曲は勇気ある気分に。怖い曲は恐怖の気分に。ミッドナイトホラースクールの生徒が怖い曲で逃げてしまうとは。今夜はこれでおしまいじゃ。